風という風のお話、そしてペインツという絵の具の一色の絵の具をプレゼントするというそんなお話、2曲続けて歌わせていただきました。改めまして双葉と申します。隣にあるからっていう理由で歌ってしまったのであんま考えてなかった。あ、これやろ。全然今日私も CD 持ってきてるんですが、 CD 音源化されてる曲をほとんどやっておりません。なんてことだ。だいたいアースデーが5月なことが多いので、アースデーではだいたい毎回歌ってるんですが、5月限定な歌があるのでそれを歌いたいと思います。今日はさつき晴れ、聴いてください。
歌詞を書いたのが99年って書いてありまして、なんか冷静に考えるとなんかおかしい、科学的におかしいなって今歌いながら思ったんですけど、この時期今歌でどれだ、暑すぎない光を注ぎって歌いましたけど、今の時期涼しいんですけど、太陽の光はなんだ、6月の20日前後が夏至じゃないですか。その結局同じぐらい、結局地球のその大気は温まってないんですけど、光自体は夏の終わりぐらいなのは十分あるわけでして、温まるかどうかでなんか2ヶ月ぐらいあるんですよね、温まるのに、というちょっと私 の、 個人的な結論でもあるんですけど、何の話だ、結構そういう 天文学的な地学的なところ好きなので、というわけで改めまして双葉と申します。次が最後の曲になります。CD 持ってきてますって言いましたけど、今日今のところ1曲もやっておりませんが、よかったら300円と500円と1000円のがありますので、声をかけていただければなと思います。お昼ぐらいまではいますので、でも今日混んでるな。去年来た時にね、あそこの滑り台をシャーって一人で滑ってみたんですけど、結構そういうの好きなんです。家の裏 の、 公園にああいうのがあったんですけど、撤去されちゃってちょっと寂しいんです。来週ですね、またイオンで、そしてイベント等々歌わせていただきます。6月2日に、主催として関わっておりますパン食べ放題イベント、築地口の夜空と月のピアスでもやりますので、よかったらその辺も。雲が来た。はい、ホームページ、ブログ、ツイッター、ミクシー、フェイスブックページ全くやってないや今、ミクシーもやってないな、ブログとツイブログやってないや、やばいな、ホームページとツイッターで情報を発信しておりますので、ミクシーは連携しているのでアップはされてますが、よかったら見てください。チラシ等も持ってますので、お声掛けいただければなと思います。セットリストをあまりに適当に歌いすぎてなんか偏ったので、もう偏ったまま行こうと思います。というのも作曲を友達にしてもらっていることが多くて、なので2曲目3曲目が同じで、4曲目の作曲者の人と同じやつで行こうと思いついたので、それで行こうと思います。乾燥してますからね、水分取ってくださいね。口が乾く。というわけで、2月ぐらいの歌にはなるんですけど、こういういい陽気の日に歌えたらいいなと思うような歌でして、お休みをお休みしたいんだよっていう、それだけの歌なので、10連休とか、まあ、普通に9連休の方とかいらっしゃるかもしれないですが、まあ、お休みは楽しんでいただければなと思います。やりたいことが多すぎてなんか忙しすぎてどうしようって感じです。ありがとうございました。双葉でした。最後にホリデーホリデー聞いてください。またお会いしましょう。飛び出そう、味方超えて見とろ。
は小さな悩みなんてどこかへ吹っ飛ぶよ。わけもわからず突破して不完全、やっぱりゆっくり休みたいよ。ホリデー、せっかく今だけの青春なんだから、しっかりと大事に作って大人になりたい。ありがとうございました。双葉でした。またお会いしましょう。皆さんこれまでお元気で、ありがとうございました。ありがとうございました。双葉ちゃんでした。何、今日は乗り過ごしちゃった通りで。そうなんですか。あの駅まで車で行って電車に乗るのがエコなんですかね、という話でしたけれども、それもエコの一つなんですね。そうですね、車よりは電車って結局あのエコ移動の乗り物になるので、でね、うん、電気なので、はいはいはい、なので車よりは電車を使った方が本当に、ね、二酸化炭素の排出もかなり抑えられるので。なるほど、そっか、はい、でもあの駅が近い人ばっかじゃないからね、なんか車で移動しちゃってたけど、そういう使い方もあるということですね。はい、はい、一つ教わりました。アースデーの、はい、エコな移動の仕方でございました。ありがとうございました。ありがとうございます。